ラヴェンナフットボールクラブは、イタリアエミリア・ロマーニャ州、ラヴェンナを本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンは、セリエ D に所属。前身となるクラブは1913年に創設された。その後は主にセリエ C に所属することが多かったが、1992から93シーズンに、セリエ C1 ジローネ A で優勝を飾り、クラブ史上初のセリエ B 昇格を決めた。セリエ B 初年度は18位という結果に終わり、1シーズンでセリエ C1 へ降格することになってしまった。しかし翌年の1995から96シーズンに改めてセリエ C1 で優勝し、セリエ B へ復帰することになる。これ以降、優勝争いに関わることはないもののセリエ B には定着し、5シーズンを過ごすことになる。しかし5シーズン目の2000から01シーズンに、クラブは破産、翌2001から02シーズンは、アマチュアクラブとして、エッチェレンツァからの再スタートを余儀なくされてしまう。しかし、エッチェレンツァ1年目で優勝を飾り、セリエ D へ昇格する自力を見せる。さらにセリエ D も1年目には、優勝を飾り、2003年には、プロリーグのセリエ C2 へ最短で復帰することになる。それ以降もクラブは常に所属リーグで上位争いを繰り返し、2004から05シーズンにはプレーオフの末、セリエ C1 への昇格。2006から07シーズンにはセリエ C1 ジローネ B で優勝し、6シーズンぶりのセリエ B 復帰を決めた。しかし、2007から08シーズンは20位に終わり、わずか1年での降格となってしまった。2012年6月29日に、クラブは再び破産の浮き目に遭う。同年7月19日に、ラヴェンナスポルト2019として再建され、当時のリーグ7部にあたるプロモツィオーネに所属することが承認された。2013年夏に、現在のクラブ名に改称した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。